一致するまで終わりません。今回は一致させるなー、イエーイ、よいしょ、一致させるなということで、今回は今ね、もういろんな方が実況されてますこの一致するまで終わりませんっていうゲームで、あえて一致させないで回答を被らせないようにするっていうのをね目指して今回やっていこうと思います。全員バラバラを目指して頑張っていくって感じ。そうで、まあ一応これ10回揃えたらクリアっていう感じなんで、まあ10回全員不一致だったらクリアです。なるほど、はい、なるほど。じゃあまあもう早速やっていきましょう。これ一人でも一致したらダメってこと、はい、そうだね、一組揃っちゃった時点で×です。ブーでございます、はい、これあれで一致させないけど、あくまでその問題の範疇の回答で一致させないってことだよね。まあそうだね、答えとしてはそうなんだけど一致させないように、だからマイナーなとこをね攻めていくみたいな感じの方が揃わないのかなと思うんだけど。なるほど、そう、なるほど、はい、いいっす。じゃあ早速やっていきましょう。スタート。はい、バン、よし、はい、はい、回答終わりました、うん、なんだこれ、漢字で売られている飲み物といえば。飲み物か、なんだろうね、あ、キーボードに入力あるやん、これ。漢字で売られている飲み物か、要するにアルミ缶とか、なんか自販機で売られてたりするやあれだな、多分。よし、したら何があるかな。めっちゃ喋るやん。いいよ、喋ってっていいよ。気合入ってるだけよ。簡易の缶入ってないの？それは売ってないですね、多分。売ってないか。俺は回答これでいきます。はい、じゃあ揃ったんで開けていきます。ボン、おでん。あら、あ、帰りのおでんは分かる。あるんだ。なんか秋葉原とかで有名だよね。そうなんだ。まあこれは一致ですね、この一致っていう。不一致で、不一致だ。一致です、はい。おめでとうございます。これちょっと待って、あの中田のことマウンテンデューって何？あ、マウンテンデュー知らない。知らん。多分ね、普通にそこら辺で売ってるんだけど、稲取と、まあ、多分同じかな、分類としては。で、結構昔から、本当にモンスターとか出るよりもっと昔からね、ある飲み物なんだけど。聞いたことない。めっちゃ美味しいよ、これ。これのね、紫のやつがあって、それが気に入ってるんだけど、俺、一箇所でしか見たことなくて、今でも探してます。ある場所教えてください。はい、じゃあ次いきます。なるほど。ダイヤモンド以外で宝石の種類といえば、有名な宝石を答えていくって感じになるのかな。もちろんこれ調べるのなしで。いや、当たり前です。まあさすがにね。さすがに。まあ調べなくてもね。当然俺たちなら相手が何出すかってのを予想して答えることができるわけだからね。俺たちなら可能よ。一瞬で思い浮かんでやって書いてるだけだから。カクル今日めちゃめちゃ気合入ってるな。気合入ってるよな。どうした？なんかめっちゃ気合入ってるよね。久しぶりだから。久しぶりだから。いいんじゃないでしょうか。いいね。マウスで書くのやっぱ難しいよね。でもキーボード使いません。どうまで考え、あのまとまらないんだ。とか言いつつスマホで調べとんちゃうん、それ。違いますー。ポチポチ、ダイヤモンド以外の鉱石、ポチポチ、カチャ。ダイヤモンド以外鉱石、マイナー。じゃあ、意外な。回答いきます。こちら。おお、あ、タコイズ、イスカさん、ただいま、あれ、金属ですよ。金属では、あれ、宝石ではない。あの、これ、金属ですね。あの、あ、金とかシルバーと同じですね。あら、プラチナ、白金だから。あら、あ、宝石ではない。逆に俺、シトリン知らないんだよね。ちょっと今、シトリン調べてみていい？答え出てるし。俺、シリトンだと思うんだけどさ、それ。シトリンってあったっけ？あ、シトリンだ。シトリンで合ってる。ごめん。シリトンは別の物体だ。シトリン、あるよね。こんな感じなのよ。へぇ、面白いね。あるよね。そうだよね。よかった。聞いたことなかった。俺が逆に別のものと完全に融合してた。なんか、黄色色の、こう、そう、あるあるある。あるからさ、これやなと思って。南米とかスペインで取れるらしいね。あ、俺、これね、エメラルドとアメジストは危険な予感がして避けました。エメラルドはね、俺もね、逃げ、逃げ、避けたかった。マイクラであるから、割と熟してるかなと思って、やめた。いや、まあ、これは、不一致ですね。プラチナアウトじゃないかなって思いました。はい、大変申し訳ございません。春を色に例えると何？きついな、これ。裏読みしてこ、裏読みしてこ。納得のできる色を模索するっていう戦いが俺は始まる。これは、これにしよう。で、これちょっと言い忘れてたけど、例えば何文字での何々とかいう回答、3文字って言われたら、まあ、漢字とかで書いてもいいけど、音3文字でいきます。あ、はい、はい、そんな感じで音でお願いします。じゃあ、はい、春を色で表すと、おわー、あー、群青はちょっと青と、青3人いるですね。思って群青にずらしたんだけど、色的に群青はちょっと濃すいよ。いや、俺的に黄緑とか出ると思ったんだよな。青って何色あんの？200色あんねん。
え、最低限あれじゃないの、サイズ的にあの100色以上あるでしょ。はい、じゃあ次いきます。種類、人からキラボケがちな人、虫の種類、例えばあれじゃない、カブトムシとか、はい、そういうでかい分類じゃないかな。テントウムシ、細分化するんじゃなくてってことね。七星テントウと二重星テントウとかじゃないってことで、その細分化しなくていいってことね。カブトムシはカブトムシのまとまりって感じね。あと俺確認したいけど、これ昆虫じゃなくていいよね。昆虫である必要はないよねって思って。俺それでお前の回答透けるんだけど、使わないけどこの答え、一応確認しとけなかったんだけど、まあ自由な概念に行こう。その辺はある程度大きめにしよう。じゃあ嫌いな虫ですね、こちら。うわー、あー、長かぶった。ダブルで。ちなみにこの100足はなんて読むの、これは。え、ムカデ。あ、ムカデなんだ。社員、あの、ちゃんとムカデの絵も書いておいたのに。いや、絵は分からんけど、これをムカデって読むんだ。ごめん、分からんかった。でも、ハチかぶってるしな。ガモかぶってるから。お祭りの屋台で見る食べ物以外とお店といえば、あー、なるほどね。あー、なるほどね。たこ焼きとかそういうの以外ね。はい。あんま具体名出さんようにしよう。その、違うねでも、ポロッと出ちゃうから。じゃあ、俺かぶらないの頑張って探していく記憶の中から。お祭りね、またね、夏の季節になるから行きたいんじゃない、みんなも。花火見てないんだよね、打ち上げ花火全然見てなくてさ。あー、確かにね、見ない。さあ、行きます。こちら、ひもくじ、おめやさ、かたぬきくじ、かめすくい。かめすくい、いやー、かぶった。かぶったか。ちょっとこれ、え、かめすくいって何。金魚すくいのかめ版。え、あのでっかいかめ。いや、ちっちゃいやつ。緑ガメだっけな。へえ。網ですくえるくらいのサイズであるらしいんだよ。だったら被らねえだろうって思って、俺はこれを書いた。バニラ以外にアイスクリームのフレーバーといえば、人気のフレーバーですよ。人気のこれ、人気のやつね。ちょっとあんまり毒素マイナーなの答えちゃいけないってことね。ダメですよこれ。まあ、人気だからね。あれなんて言うんだっけな。回答送信と。はい、回答送信と。ここでバニラを人気のフレーバーだなって思ってバニラを食ったらマジで笑うんだけど。キモすぎる、さすがに。バニラ以外って言われてたやん。バニラもしかしたら200種類ぐらいあるかもしれんよ。ねえ。俺かぶりそうなんだよな。はい、じゃあ行きまーす。ボン。あー、チョコかぶったね。クッキークランチ。いやー、なんでですか。ちょっと仲良さは出ちゃったね。出ちゃってるね、これ。チョコとチョコ別でいいよね、さすがに。まあ、さすがにね、うん。それはね、宗教戦争起こる。危ない。石川さん、誰かしら絶対かぶるやん。あれ、思考が浅いかもしれんな。天ぷらにして美味しい野菜といえば、野菜か。天ぷらにして美味しい野菜ね。え、山菜だったらね、タラの目一択なんで俺の誰。個人的にコシ油かな。野菜？野菜だよね。野菜だね。まあでも野菜つっても天ぷらいろいろあるからね。作的にも多いんじゃないかな。俺は個人的に実はこういうのが意外と好きなんだよ。自分の好きなやつ書くわ。まあそうだね、美味しい野菜だからね。美味しくないと思うもの書いてもダメですから。天丼の上に乗ってたりする天ぷらとかすごい好きなんだよ、ね、あれすごい美味しくない。待って、天丼の上の天ぷらはすごいよ。エビもうまいけど、この際野菜も死ぬほどうまい。天丼の上。はい、じゃあ行きます。こちらでございます。オクラ、ごぼう、さつまいもしのレンコン、大正解。オッケー。ごぼう天ね、いいね。ごぼう天好きなんですよ僕。オクラ天か、なんかメジャーじゃないけど美味しかったイメージがある。オクラの天ぷらは、さつまいもうまいしね。俺そのさ、天丼の上の天ぷらって聞いた時さ、いや一瞬ね、天丼の上にさらに天ぷら乗ってるかと思ってさ。ごめんごめんごめん。それはおかしい。おかしいけど一瞬ね。ごめんなさい、次の問題いきます。暑い日によく売れる食べ物の定番といえば。あー、確かにこれから暑くなる。俺たちが食べたいものとか、まあ、そういうのがある意味答えになるかもしらん。食べ物ですから、皆さん。食べ物。暑くなると食べたくなるものといったら、俺はこれですよ、当然。なんだかんだ現代人ですからね。これにしよう。いや、これはなかなか難しい気がするけどね。どうでしょうか。これはいきます。ポン。うお、え、ステパスタ、かき氷、アイス、きゅうりの浅漬け、スイカ、完璧や。フイッチ、さすがでございます。いや、確かに冷製パスタいいね、おしゃれだし。俺が思ったのは、絶対にアイスは答えちゃダメだなっていうのは。きゅうりの浅漬けいいね。ちょっと今更言われると食べたくなってくるわ。俺実は冷製パスタってかき終わった瞬間に、あ、別に冷やし中華でもあんま被んなさそうだなって。うわ、待って、冷やし中華だ、忘れてた。俺はあとそうめん、あの宅だった。俺本当にアイスとかき氷とかそういうお菓子系しか思い浮かばなかったから、麺類は確かに盲点だわ。ウィッチ、お願いします。ハテナに入る言葉、ブルーホニャララってことね。え、ブルーで始まる。あ、これかな。俺は特に今回なんかかぶるかなとか思わずにスッと思い浮かんだの出して。
と俺もね、おってなったの書いた。もう一瞬で一番最初に思いついた言葉。ちなみにもう一個思いついた方は大丈夫かなってちょっと不安になってしまったので。回答しました。できたできた。じゃあいきます。ブルーに続く言葉こちら。ブループロトコル、ブルーインパルス、ブルーハワイ、ブルーノマーズ、ブルーギル。おお、え、このごめんね、ブルーノマーズは何ですか？歌手。歌手。へえ。アーティストか。アーティストさん。ブルーノマーズ。なんかブルーノっていう風な発想でいいな、それいいね。俺最初ブルースリーって書こうとした。あーそれもいいな。そう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 、だけど人の名前あうやばいかなと思って。え、ブルーギルは魚や。魚。ちなみに第2、あのやめた方はブルーアイズホワイトドラゴン。ブルーアイズホワイトドラゴン。ちょっと怒られるかな。はい、じゃあこちらフイッチでございます。おめでとう。いいぞ、いいペース来たぞ。漢字で書いてください。はい、あイントネーションでね、分かっちゃうんで、あえて読まなかったんですけども。待って、これ5種類あるのかな？あ、本来なら一致させるクイズだから、ね。まあそうだよね。ちょっと、これ無理やり読んでいいの？それともダメなの？ダメじゃない？いや、まあ、読めればいいんじゃない？でも、むずいね。ちょっとこの概念というか。俺はこれちょっと5位に敗北した。いや、これは、いけたと思う。いや、でも分かんねえ。かぶるかもしんねえな。今ね、思いついた単語があったんだけど、これ無理やりな読みだなと思って、え、どうしよう、これじゃない方がいいかな、これ無理やりだな読み方として。じゃあやめとこう。皆さんの書いた小うかいはこちらでございます。うわあ、あ、あ、そう、後悔したらよかった。で、まあちょっとこれいろいろ調べたんですけど、後悔、悔しいの後悔とか、あとね、契約後悔とか、あ、あーなるほど、とか、あとアフリカとアラビアの間にある紅海、ベニの海とか。あーあったな、そういうの。俺そっちの黄色で迷ってこっちにした。あとインゴットのことは鋼の塊らしいです。鋼の塊で紅海か。そう、まあそんな感じでいろいろありますが、今回は1、残念、ごめんなさい。めっちゃ書きやすかった。俺漢字で書ける人が多そうな、果物といえば漢字で書けるけどね、要するにこれ。そういうことか。まあ、自分が書けるものにしようか。じゃあ、果物を書いたことがないんだ。自分が書けるやつでいいの？自分が書けるやつにしよう。自分が書けるやつじゃないと、うん、ちょっとあのみんなが書けそうだとちょっとね、みんな書けるよね、言えないよね。今回は自分が書けるのにしましょう。さすがに、え、じゃあ、え、じゃあ俺とりあえずチョイスできる中で一番レートの高いそうなやつにしよう。漢字って意外にね、書かないよね。果物とかひらがなカタカナで通じちゃうもんね。とりあえず俺はあと1個期待してるのが、ピーチがこの中に出た漢字何個読めるのか。さすがに俺のは読める。俺のも、なんだろう、俺の漢字が間違ってなければ読めるんじゃないかな。レモン書けばよかった、今気づいた。ボン、レモンね、リンゴ、ありがとう。ガクルのは何て読むんだ。みかん。みかん、みかん、これじゃなかったっけ。よかった、俺桃を書きそうになってね、やめたんだよ、ね、俺わかんないんだけど、水売り何、ね、これスイカだと思うんですけど、どうでしょうか。西じゃなかったっけ。水売りはね、メロンとかじゃなかったっけ。スイカは西に売りじゃなかったっけ、うん、西売りはスイカだよ。水売りでもスイカだね。水売りでもスイカですね、一応。果物だったんだ、知らなかった。あれ野菜だと思ってた。青天然分類は何種類かあって、何から入るかじゃなくて糖度とかで決めるっていう方法とか、あと使用用途によって決めるって方法とか、何種類かね、野菜と果物の分け方あるから。あ、今回ピーチは多分生え方じゃなくて使い方とか糖度とかで分けたんだと思う。あ、そうね、あった。そんなコーナーのこと考えてるかな、分からん。ということでこちら、フイッチ、ナイスナイスナイスでございます。ワンワンやニャーのように鳥の鳴き声を書くと。はい、鳥の鳴き声。なるほどね。鳥の鳴き声はあれ、代表的な鳴き声を書くのかい。その鳥だったらこういう鳴き方。なるほどね。俺の回答見たやつはね、発想が陰キャって言いそう。鳥の鳴き声こちら。ケーン、キジ、クック、ホウホキキョ、ギャ、ギャ、ニャー。ニャー、ウミネコ。ああ、ウミネコってニャーって鳴くんだ。鳴くよ。へえ。にゃーっていう音に似てる音を鳴き声を出す。ウミネコっていう鳥がいるんだよね。カラスとか出そうだと思ってね。カラスはかぶりそうだったよね。カラス、あ、カーね。ギャーはなんだ、何のイメージか。あれ、俺なんかね、とでかい鳥、なんか低い鳥ぐらいでかいやつある。あー、なるほどね。すごい汚い声で鳴くなみたいな。汚い声やめてあげてよ。さあ、じゃあこちらフイッチでございます。おめでとう。よいしょ。あと4問か、半分超えたあたりなんだね今。落語家の定番アイテムといえば、まあ、これは定番なしでいこうか。落語家のアイテムでいきましょう。なるほど。回答できねえんだけど、俺。俺も回答できん。これで表示されてますか。はい、はい。じゃあ改めてやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。大金持ちの豪邸によくありがちなものといえば、まあ
想像によるよね。そう、想像っていうか、なんかどういう感じかによるよね、その人それぞれの。そうだね。でちなみにみんなの回答の中の答えが誰かの家にあったらその人はお金持ち認定されます。じゃあいきます。お金持ちの家にあるものといえば、うわ、ワインセラー、ワインセラー、吹き抜け、ハンティングトロフィー、噴水。あー、わかるよな。ワインセラーはな、わかるな。虎の敷物とか絵とかプールとかシャンデリアとかそういうの出ると思う。ピアノにしとけばよかった。じゃあこちら一致でございます。残念。漫画ドラマ小説の有名な名探偵といえば、名探偵、あ、俺やな、間違いない。は？知らん。お前の場合名探偵の名迷うだろ。あー、どうしようこれ。迷うな。名探偵ね。あ、いやいや、俺この人にする。漢字これで合ってたと思うんだ。有名じゃねえな。でも俺はこのくらいだったら有名だと思いながら書いた。有名だわ。よし、有名だ、有名だってことにしよう俺が。まあ、有名かどうかは置いとこうか今回は。まあ、最低条件として漫画、映画、アニメとかの媒体になったものにしよう、ね、ちゃんと。あの公的な機関から。まあさすがに俺は被らないと思う。漢字が間違ってるだけで、まあ、これでやってると思う。さあ行きます。皆さんが思う名探偵こちらです。白馬探偵。愛おき手紙で出すと思った。読まれた思ったからずらした。ノコギリギリコってなんだ。だから有名じゃないもん。白馬探るも俺はわからん、実は。白馬探るはマジックカイトとかコナンに出てくる高校生探偵の被害だったのはあれだね、エルキュールポワロが出なかったこと。ポワロさんがいたか。そうか、それはあったな。さあこちら不一致ございます。さすがでございます。だから避けてるからこういうの余裕でかけるわ。中田がお手紙今日避けてくれたの超助かったわ。つい買いだめをしてしまいがちな定番の日用品といえば。俺しないんだけど。俺普段しないよ。日用品ってあれだよな、日頃使いやすいだよな。まあそうだね。これです、間違いない。お待たせしました、こちら。ハンドペーパー、洗剤、ティッシュ、綿棒、カップ麺。ハンドペーパー、ティッシュ、まあいいか。カップ麺って日用品なの？わからん。でもまあ買いだめしちゃうものではある。まあまあまあ、じゃあこちら不一致ございます。ナイス、いいですね。サクサクいきます。そば。間違いない。そばって言ってもいろいろありますから。あ、今あなたのそばとかそういうネタ回答でもよかったのかってことに気づいた。あ、あなたのそばにいるのがよかったな。私、メリーさん、今あなたのそばにいるの。じゃあ行きます。そば、こちら。油そば、ソークそば、はい、そば、10割そば、10割気になれ、どっちか。年越しか10割かでもやった。あー、年越しね。あと焼きそばもあったなって。一致ございます。あー、またこれやったからスキップしようか。うん、さっきスキップする。見ちゃったから。丸に一文字で言葉完成させろ。一文字なんだね。一文字って書いてあった。一文字です。丸に一文字か。入れて言葉を。だからあのコリンキーとか食べない。あ、ごめん、俺ガチ一文字しか書いてないわ。俺にしよう。結構択あるな。いや50択あるからね。50択ですよ。いや、濁点込みにしたらもっと増えますから。いけるいける。俺これです。さあ行こうか。こちら。グッキー、クッキー、マッキー、マッキー、ラッキー。よし、ご当庁成功だ。何してんだよ。おい、グッキー何。グッキーはグリーンの曲というか、ベッキーとコラボした時の名義がグッキーっていう。そうなんだ。一致でございます。一つの道具といえば、さあこちらでございます。本当にわかりません、ごめんなさい。カーから始まる虫といえば。回答いきます。あ、出た、海鮮ジュッチだ。海鮮ジュッチは思った。俺もやべ、クソやらかした。あの一瞬カマキリが浮かんだんだよ。あー、カマキリ、ビジアと書いてたか。そうか、俺別の人の思考読み取ってた。ちょっとお前精度上げるわ。これさ、俺一個もやったんだけど、カエルは虫なの？虫じゃない。虫じゃないのね。だろあれは。オッケーです。がっつり両生類。じゃあこちら一致でございます。模様に入る言葉といえば、皆さんの思う模様こちら。あ、イスカさんのやつ登場しちゃった。うわー、れちゃった。コンビニのレジの横によくありがちなものといえば。さあ行きます。レジ横こちら。プリペイドカード、お遊び品、肉まん、 ATM、 バンクリ。あ、いいんじゃない。いいですね。プリタバ書こうとしたで、俺が思ったのは、うん、タバコとハガキ。あれはまあ横じゃないけど。あ、でもあれは裏じゃねって思ったのけど、お店によってはあれじゃない、なんかあの電子タバコ系横に置いてあるお店も多いよね。あなるほどね。ほどね。あの壁に近い方のレジに置いてあったりするよ。横をどこまで取るかだよね。あ、俺はレジという空間をね、捉えてたから、その横に存在している ATM って書いた。さあじゃあこちら不一致でございます。さすが
回転寿司で寿司と関係ないのに回っている食べ物といえば、まあ多分これ寿司っていうあのご飯の上にお魚乗ってる以外のものだよね多分。だから多分他のメニューってことだと思う俺はね。まあそうだね、そうサイドメニューとか、そうするのがベタだと思う。このどこのお店とかにするかによってちょっとこの店で見たことあるが言えるんだったら何、うん、でも回転寿司行ったことないからちょっと問題の趣旨がわからんわこれ。え、いや、ま、え金持ち。いや俺これ思いついたけどこれで思考統治してる可能性があるわ。揃いました、こちらでございます。フライドポテト、プリンアラモード、パックドジュース、商品会の板。食べ物じゃないって。食べ物じゃねえじゃねえかバカ野郎。あ、そうだわ、やってみたく。パックのジュースって食べ物じゃなくて飲み物じゃん。いや俺は完全にあの今ね何も考えず仕事をすることに集中してたわ。申し訳ございません、ちゃんと考えます。パックは食べるかもしれないよ。カーから始まる鳥といえば、さあ行きます、こちら。カワセミ、カモ、カイデン、カルガモ。カルガモ書かなくてよかった。いいね。いやありがとうございます、フイッチでございます。あ、はいはい、大会系のイメージが強い部活といえば、大会系のイメージからまずちょっとあの読んでいく必要ちょっと出てくるね。大会系こちら、野球、陸上、アメリカフットボール、剣道部、マラソン。おー、いいね。確かに人とマラソンどうだ。マラソン部ってあんま聞かないけどね。うん、陸上で一緒じゃないかなと思っちゃうけど、陸上って言ってもさ、なんか比べてるだけでさ分類したら別になるくない。まあ曖昧なんで一致にしときますか。了解です。曖昧境、時間を潰すときに立ち寄る定番の場所。俺が住んでるとこクソ田舎だから街中で30分時間を潰すなんてそんな事態に陥らないんだよ。実家に帰った時からいいじゃん。30分間待つ場所はこちら、お土産屋さん、マック、ドンキ、電気屋、本屋。おお、いいね。よし、これは全員フィッチやな。フィッチでございます。中に物を入れるホニャララバッグ。バッグはマジごめん、マジごめん、こちらこちら、クーラーバッグ、ハンドバッグ、ウォーターバッグ、ショルターバッグ、エアバッグ。なるほどね、空気を入れるのね。いや、物じゃないからな。物入れない、入れるけどな。むずいですね、安定。機体を物として認識していいのか、果たしてっていうとこだよね、議論の内容を。任せます、これは。俺はなし派かなって思っちゃったけど、期待分子を物と言い張るのは無茶なんじゃないかなって思った。じゃあこちらちょっとお題に沿ってないんで残念ということで、次いきます。漢字で書いてください。なるほどね。じゃあいきます、こちら。かぶった。あー、かぶった。京都大学でございます。ちなみにさっき調べてみたら、兄妹で兄弟とか鏡の代で兄弟とかそういうのがある。兄弟ね。ということでこちら1、残念。現在過去問わず2、おお。学園ドラマってことは先生がウニャ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 ってことなんだよ。これってドラマ、アニメなしって書いてあった。ドラマって書いてあった。OK。 いや俺はねこのドラマめちゃめちゃ好き、本当にね大好きこのドラマ。思いついたけど使わなかった方を斜線引いて書いておきます。学校学園ドラマといえば、学校の階段、35階、4歳の高校生、ヌーベ、暗殺教室、 GTO、 鬼塚。あ、鬼塚いいね。暗殺教室は、暗殺教室は実写版が存在します。ドラマなのか。だから俺それをドラマなんかわかんないけど、まあこれにしとくかと思ってこれにしていた。極戦だったら何も言わずに、でも極戦書きそうだったからやめたんだよ、あのドラマとして帰ってきてフジテレビの方から。じゃあこちら全員不一致ということでナイスでございます。じゃあ次いきます、漢字で書いてください。え、今頭の中で浮かんだ単語これあったっけ、ちょっと調べてめちゃくちゃ。俺もね超調べたいって思いながら書いてる。進行こちら。あ、かぶってないね。俺ねちょっと心配なの、俺の進行心配なの。でもこれどっちかというとみゆきって呼び方の方が多いな。微妙な場合は残念。長和式はバッスルスタイル、丸に一文字入れて言葉を完成する。じゃあこれツプも書くように。はい、二文字だったら俺はワザップって書いてる。懐かしい、ワザップ懐かしい懐かしいワザップな、ワザップな。こちらでございます。 おいいじゃん。あ、別府ね。別府うまいね、別府いいね、素晴らしい。フイッチでございます、さすが。あと3回フイッチならクリアなんで頑張っていきましょう。大食い番組で食べる料理の定番といえばこちらでございます。月下ラーメン、カレー、ホットドッグ、ラーメンで被っちゃったね。そうだね。いやーごめんなさい、イッチでございます。ほにゃらら油、ほにゃらら油かもしれない、読まない方が良かった、ごめん。これだ。さあこちらでございます、どん。マー油、食べるラー油、エゴマ油、なんていうんだっけ、チリ油、チリ油、
潤滑油、潤滑油ね。こちら全員不一致でございます。漢字一文字、やべえ、俺これじゃなかった、選ぶべき漢字なんだろう。まあ、漢字はね、一応習う常用漢字2136文字って言われてますから、今の皆さんの気持ちこちらでございます。ねみやす悩んで、いやー、いすかさんと同じことだったね。爽やかな気持ちだったのかお前。爽やかな気持ちってなんだよ。爽やかやね。ただピッチてめえ撮影中に寝てんじゃねえ。寝てないよ、眠いだよ、寝るじゃないからね。こちら一致でございます。こちらに入る言葉言います。回答こちら、おまんじゅう、栗まんじゅう、かりんとまんじゅう、みのぶまんじゅう、温泉まんじゅう。俺かりんとまんじゅうだったかかりんとうまんじゅうだったか分かんないんで、じゃあこれは不一致でいいんじゃないですか。いいと思います。はい、いいね。じゃあこちら、ほにゃららに入る言葉といえば、俺完全にネタに振り切りました今回。え、合わせに行っていい？合わせに来てくれるとめっちゃ面白いけど、俺のやつに合わせられるかどうか別問題だよ。あなたと考えてるそれじゃないかもよ。あ、オッケーオッケー、じゃあ大丈夫か。多分あなたも絶対走って大丈夫だよ。俺で、ね、今ねネタに走って2つ思いついたの。こちらでございます。あーだよな、アマチュアだよな、こっちだよね。5分の4しょうもないって。一文字か、いいねよピーチ、あれ書いても多分あれをみんな避けるから。何？分からん。上から言うとこアッパとかそういうの。こちらです。ナンパ、オンパ、カンパ、パンパ、ロンパ。おパンパで合ってる、なんかいいよこれなんだよ。まあこれは不一致ですね。不一致だね。不一致ですね。おめでとうございます。マジ、あ、待って、もうこれで終わったわ。なんかすっきりしない終わり方になってしまった、ごめんなさい。盛り上がりがさせて、この問題だけ一致させてもらおうぜ。はい、じゃあ行きます。ジャム、ジャム、ピーナッツ、バター、バター、マーガリン。対戦ありがとうございました。はい、ということで、今回の動画はここまでとなります。次回の動画をお楽しみにしてください。それじゃあまたね。バイバーイ。元気やな。